出てきた。こんにちは。お元気ですか？あ、ちょっと、ん？これはどう？いいのかな、これは。よし、こんにちは。今日は何でもない日です。何でもない日なんですけど、ショールームをしました。あ、なんか回ってる。なんだこれは。あ、なくなった。ニューヨークから見てるよ。すごい。ほんまか？こんにちは。今日は特に何も、することも決めておらずに、何でもお話ししようっていう感じのショールームをやろうと思ってやりました。来てくださってありがとうございます。わざわざ。こんにちは。18歳おめでとう。ありがとう、ありがとう。そうなんですよね、今日は15日なので、7日前か、お誕生日でした。そうです、お誕生日でしたね。ありがとうございます。逆立ちしながら見てます。お、すごいね。尊敬するわ、逆立ちできないから。カウントダウン TV よかった、ありがとう。嬉しいです、本当に。あ、リボン、そう、今日はなんでポニーテールにしたかというと、このリボンがね、去年のお誕生日にセーラにもらったお誕生日プレゼントなんですよ、このリボン。だからちょっと今日つけてこようと思ってポニーテールにしましたね。セーラ最初の方ずっとポニーテールにリボンスタイルだったけど、最近してないな、セーラちゃん。睡魔と格闘してます。あら、起きなくてもいいや、寝ててもいいよ。でも今寝たら多分夜ね、眠れなくなると思う。うん。セラちゃんおしゃれね。セラちゃんおしゃれなのよ。セラちゃんはね、おしゃれで美人だから。そう、美人美人。あー、いっぱい、どうしようかな。ちょっと迷うな、なんかあんま何も決めてなかったので。暑い日が続きますね。そうですね、毎日暑い、本当にびっくりする、なんか外出た時に。でもその夏暑い時に外出るじゃないですか、その後にクーラー効いた、冷房の効いた部屋に入るのが好きです。めっちゃ暑いところから涼しいところに行くのがめちゃめちゃ好きです。それが今日39度。そう、暑っ。それは暑っ。39度は暑い、暑い、めっちゃすごいな。もうそんなに暑いんです。キャー、燃える燃える。バイト頑張れ、頑張ってください、バイトね。え、命の危機感じちゃうわねえ。あ、そう、このあとミュージックフェアさんに乃木坂が出演するのでぜひ見てください。18時からなので、はい、この配信もその前には終わろうかなとは思ってるんですけど、
夜景好き？好きですよ、夜景は。うん、やっぱ東京とかって夜景すごい綺麗ですよね。なんかキラキラしてる。でも栃木はあれがいいですよ、星がめっちゃ見える。星がキラキラしてるからいいですよ。星の夜景なのか、それは夜景か、空が綺麗。 そう、田舎やねん。田舎やけどええで、めっちゃ。流星群見てないんだよね。見れた？私がいたところからは見れなかった。全然いいよ。トマト食べれる？トマト食べれますよ。 好きですよ、トマト。トマトね、夏っぽくていいね、トマト。あやめちゃんは元気ですか？あやめちゃん元気だと思いますよ。 多分あやめちゃんは元気だと思う。あやめちゃん、ナスは食べれる。ナスか、ナスね、ナス好きだよ、ナス。はさみ揚げが好き、ナスの。 あ、止まっちゃった。そう、ナスはね、ナス日やな。そう、関西でしかナス日って言わないんでしょ。 そうだよね。そう、ナス日じゃないんでしょ、ナスなんでしょ。窓からカズ先輩来る？来たらどうしよう。カズ先輩来たらどうしよう。嬉しいな、来たら。いつでも待ってるよ。準備してるので。いつ来てもいいように。あ、北海道も言うの？ナスビ？遠藤さんお元気？遠藤さん元気だと思う。さくちゃん。さくちゃんはね、多分、そうね。カキーって言ってると思う。 多分さくちゃん、さくちゃんの真似して、こうだな。そう、みおちゃん、昨日ね、みっちゃんお誕生日おめでとう。みおちゃんのお誕生日でした、昨日は。みおちゃんおめでとう。見てないかな、みおちゃん。 みおちゃん、みおちゃん、カッキーもお誕生日おめでとう。ありがとう。19歳です。そうです、19歳になりました。 ねえ、そう、もう大人だよ。大人です、私は。トトロ見ました？トトロめっちゃ、もうなんかトトロ見たんですけど、もうそのどこで誰が何のセリフ言うかっていうのも全部覚えてて、意外となんかすごいオープニングから全部覚えてるもんだなって思いました。 ねえ、3万人、わ、3万人も、3万人さん、ありがとうございます。わざわざ時間を割いて来てくださって。ジブリすごいよね、ジブリ。もう服見せてください。服はなんかこういうやつです。 こういうシャツです。あとリボン。ね、カンタ。 おばあちゃんおるやん、なんかおばあちゃん、はす、おばあちゃん。 ひじ祭り行ってましたか？ひじ祭り行ってないな。 今日は何してたんだ、今日何してたんだろう、今日何してたんだろうね。なんか起きて準備してたらもう終わってた、一日が。
準備するの遅すぎんって感じなんですけど、めちゃめちゃゆっくり準備してたら全然普通に一日が、もうだって5時ですもんね早っ。あららね、何時に起きたの今日、何時に起きたっけな。でもねめっちゃ早かった。最初に目覚めたのが6時半とか、あ6時半だって思って、もう一回寝ようって思って、もう一回寝てもう1時間ずつで、次起きたら7時半で8時半でって感じで8時半くらいかな起きたの、わかんないや、多分そうなはず。なんかゲームやってる？ゲーム、ゲームはね最近、まあ、動物の森はやってるし、あとリズムゲーム、なんだ初音ミクちゃんのスイッチのやつとかもたまにやるし、あのバンドリとかやったりしてるかな。そう、あスマブラね、スマブラやってないな、スマブラね下手くそなんだねそうね、乃木フェス、乃木フェスもね、そう乃木フェス全然最近やってないな、入れてるけどね、入れてるけどやってないや難しくない乃木フェスって。なんか多分私がバンドにやり始めてからそっちやったから難しいんだと思うけど、難しいなって思う、見てるのが動くしこうやって上手い人すごいですよね。うん、ねリズムゲーム、ドラマ、ドラマもね最近はね、なんか録画してめちゃめちゃ溜めてある溜めて溜めてまだ見てないっていうのばっかりなんですけど、でもあのうんそうだね、あんま全部溜めてるだから後で一気見してやろうって思って全部溜めてます。しらす好きですしらす好きですよ。うん、テスト頑張ってね。そっか、テストがあるのか、すごいな、大変だ最近漫画、漫画か、漫画は皆さん何読んでます？漫画、私は何だろう最近何買ったか、あでもこの間あのオタクに恋は難しいっていう漫画の発売日で買ってきました、この間、うん新刊あの川倉先輩と花ちゃんのコンビが好きなんです私はね、あの徐々に徐々に距離が縮まって今やねっていうねそうおたこい好き、たこいいよね、ねいいよね、いいよね。ネタバレ、ネタバレか、ネタバレになっちゃった、嘘あさよならミニスカート知ってる、持ってるよ2巻持ってる持ってる。最近何してるの？何してんだろう。配給新刊、あ出てたん、あそう終わったんだよね。あ あ, あそうみんないろいろ見てるんやね。あ消しゴムハンコね、消しゴムハンコたまに作ってるけど、やっぱりなんかうん。あのねゴムがちょっとずつ作るとなくなるから、うん消しゴムがね買いに行かなきゃなって思いながらなんか画面が暗くなった。鬼滅の映画行きたいね、鬼滅の刃の映画見に行きたいですね。漫画もそこも読んだけどちょっとね
ダメだ、先に見ちゃうからね。あと進撃の巨人もセイラに借りて読みました、28巻くらいまで。あ、やんちゃなやんちゃんじゃない方です。やんちゃじゃない方です。泣けるね。ね、15分経過しました。早い。仮パクしてたやつパクってはね。あ、でもまだ返してもないわ。そう、まだあのセイラに言ったら、え、いつでもええよって言ってたから、じゃあまた返せるとき返すわって言って、そのまんまですね。目赤い、赤い、嘘。まあでも常に赤いから私は。そう。コント楽しい、楽しいですよ。コント乃木坂スキッズは、あさってか。楽しいですよ。やっぱりね、さらばさんはコントのプロなので、いろいろ教えていただけるし、やってる時こうしたら面白いと、面白いよとか。そう、間が足りへん。口笛吹けますか？口笛吹けると思うよ。音でん。コントね、そうなんですよ。大富豪強い。大富豪、大富豪ほとんどやったことないかもしれないですね。大富豪どう、大富豪ってどうやってやるんだ。なんか大貧民とかのやつですよね、知らないけど。わかんない。口笛で IC やってみて。意外といけてるんじゃないかな。ババ抜き、ババ抜きはできるよ。やるやん、やるやろ。カスカス。しゃあない、それは。まあ、光立ちをやってやっていいのかこれ。みおちゃんいじられちゃうよ。光立ちよ。パンチ。ライブ行きたい、行きたいね。ライブしたいですね。ライブ、ライブしたいなって思うけどね。早く収まってほしいなって思います。もう悪意ある、悪意ある。ねえ、 IC、 そう IC、 早くね、会いたいよね。ねえ。さくちゃんの真似、さくちゃんの真似さっきやったで。初見の、初見、あ、これ出るようになってるんですね、すごい。初見って書いてある。指バッチはできません。音が鳴らない。めっちゃ IC の MV でこうめっちゃかっこよくやってるけど、あれ音鳴ってないんで。実は音が鳴ってないんですよね。シャクちゃん、シャクちゃん、シャクちゃん、最近レイちゃんもみんなね、シャコちゃんって言って。シャコっていう、そしたら来るシャコちゃんが。家カッサカサではないんですよ、全然指カサカサじゃないけど、まあ、ベトベトでもないけど。ならない。れいちゃんはずっと元気だと思う。れいちゃん元気だよ。しゃこちゃん。
漢字じゃないんだよ、シャコちゃんは。ひらがなだから。ね、愛は足りてへんで。IC の最初の振りやって、最初の振り。これのことかな。携帯ゲームでおすすめ、携帯ゲームでおすすめ、なんだろうね、なんだろう。じゃあここは乃木坂なので乃木フェスでも乃木フェス楽しいからね。 MV じゃないや、あのそこでしか見れない動画とかありますのであ、フォートナイトね、入れてやってみたんですけど、あの難しくて全然できないあれね。うん、野田です、野田です。野田さん、あ、緑色のベチャベチャセイラ寂しがってるかな。セイラ寂しいね、セイラ寂しい。エヴァの映画見に行く、行くよ、絶対に行く。もう劇場で、映画館で Q を見てから、次はまだかまだかと待ってね、今やっとなので見ますよ。4万人ありがとうございますねえ、セイラちゃん見てるの、見てるの、セイラ寂しいねねえフ占いって信じますか。信じますよ、結構信じますよ。うん、多分まやたんは元気だと思う。まやたんはいつでも元気だよ、いつ会っても元気だから。まやたんはお、私も寂しいです。あら、私も寂しいです言うてからにお父さんと話した、話してよちょっとお父さんがね、私のお父さんがもまずちょっとあんま喋らない人だからね。ママの方がおしゃべりだからユナタン会ってよ、ユンちゃん。私のね、アイコン、連絡の、あのアイコン、ゆなちゃん今カキンゴって呼びます。あ、いいですよどうぞ、何でも言ってください。お仕事終わってたてからの癒しは終わってからの癒し、なんだろう、帰ってきてからでも YouTube とか見ちゃうかもしれない、結構大好き大好きあれめっちゃ面白かったですねガキ大好き大好き、ありがとう、大好き大好きどんな YouTube 見ますか。どんな YouTube 見てるんだろうね。それこそ ASMR とかも見るし、もうあれですけど猫天さん見ます。もうあの動画出されてないですけどたまたまあのライブ、 YouTube ライブしてる時にあの出くわせたら、あ、やったと思って見てる
ピエンからの鼻炎お大事に泣きすぎて鼻炎みたいな。ボンバーマンできない、ボンバーマンやったことないです私は。パオン、ピエン超えてパオン超えてボカン ねえ、マリオカートはねうまいと思いますよ、まだ多分ね多分あのやってたから弟と一緒に結構やってた。バイクなんで私は。そうだよー、あーね、楓さんうまいんですもんね、マリオカート。シュ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 あ、そう、はじめまして松尾様見ますね。松尾ですさんだ。そうでした。バイクだけにブンブン、めっちゃ懐かしいこれめっちゃ懐かしい、やってましたね。ね、最近なんかなね懐かしい、ピエンピエン、なんか質問がある方いらっしゃいますか サッカー応援してください、頑張ってください。サッカー暑いのに大変ですね、外の競技とかってねえ好きな温度は、温度か。でもクーラーつけるときは結構あれですね、27度とか8度とか。キャンねえ、あードラえもん温度、懐かしい、めっちゃ懐かしい。これってまだやってるのかな、今もやってるのかな。時間変わってから見るのが見れな、なんかどいつやってんのか分かんなくなっちゃったなやんちゃん、やんち、私はやんちゃんのことやんすけって呼ぶのが好きです。やんすけあとやん太郎も好きです。ああ、終わったんだ、あ今やってたんだドラえもんって。5時か、もう私もうあれですもん、昔は金曜日にドラえもんしんちゃん M ステっていう流れで見てたから、なかなか難しい、慣れるのが難しいね。どう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 、出てて、あー、懐かしいやんかいたモバメで一回送ったよ全然あれぐらいしか書いてないけどねえ。髪染めますか、髪染めないんじゃない、まだわかんないいつかね、いつか染めたいなとは思うけどねえ。おばめ楽しみにしてる、ありがとう。なんかメールとかってあんまりしたことないから戸惑うね最初あれ本当に何を送るんだろうってなっちゃう。ショートにしてみたいね、
いつかめっちゃ髪の毛短くしてみたい。こんな、3日後お誕生日、おめでとうございます。めっちゃフライングだけど18日か。ねえ、ショート、怖い話してください。怖い話、怖い話ってなんだろうな。でも私怖い話って結構あの昔、最近見ないですけど、小学生の時とか家にいるとやっぱり家族で見たりするんですけど、結構トラウマレベルの、なんかなんだっけ、ドライブ行った時に山の中で家に寄ったら、うろうろしてたら、階段の上から首から上がない女の人が階段から降りてきて追いかけられるみたいなのがすっごい頭に残ってて、めっちゃなんかトラウマレベルで残ってて、なんでなんかすごいそれが頭に残ってるんですよね。あとその出てったら、出てって外に出たらもうその車の横のところに手がバババババみたいな、それがめっちゃ怖かったですね。ね、ちっちゃい頃のことってやっぱすごい頭に残りますよね。ねえ、同じ経験ある。本当やっぱり怖いよね。怖いな怖いな。同じの見てた。あら、やっぱりあれ怖かった、めっちゃ。ね、しんちゃんの怖い話、いやね、私うさぎちゃんのやつ怖かったな、あれ。世にも奇妙な話、ああもうそれも見てたな。それのなんか箱って話だったかな、が一番怖かった。多分箱、多分そんな感じのタイトルだった気がする。そう、今日セーラおらんな、セーラー、セーラおらんな。怖い話やだね。ねー、お化け屋敷とか入ったことないな、ちゃんとしたやつ。トロッコみたいなのに乗って、人じゃない作り物のお化けが脅かしてくるやつとかは行ったことあるんですけど、それぐらいかな。後ろにいる誰か、やばいな。じゃあ誰かと一緒に。ねえ、何時までやる？何時まで？そうだね、6時からミュージックフェアが始まりますので、それまでかな、やるとしたら。わあ、昨日誕生日でした。おめでとう、おめでとうございます。愛が足りへん、愛が足りへん。もやしウインク、懐かしい。もやし、リボン写して、リボン、どう写ってんのか分かんないな。リボンです。耳からうどん出して無理。いいな、耳からうどん出して。栃木に耳うどんっていううどんがあるんですよ。
ミシュランマン、あ、ミシュランマン懐かしいな、ヤンちゃん、ヤンちゃんのミシュランマンね、栃木いいですよ、栃木シャコちゃん、シャコちゃん来ないよ、シャコちゃん、シャコちゃん、手のひら見せて、手ですバーベキュー、バーベキューね、いいな、やりたいな柿雄ね、柿雄くん、柿雄くんはもう多分ね来ないねもう来ないね、柿雄くんは。好きな魚は、魚なんだろう、食べて好きなのはサバ、サバが好き食べるのはタチウオタチウオかねエビ、エビ、エビが好きだな、でもやっぱり。あ、そう、今日来る前にね、約束のネバーランドっていうアニメを1話だけ見てきました。あーやばいって思ったずっとね見てなかったから。確かに、あ、エビは甲殻類だか。そうだよ、約束のネバーランド、あれ怖かった、1話だけ見て怖かった。あれね、実写版もありますもんね、映画かな、映画ね。そう、そんなことばっかりだね、映画、映画、うん。この間雨と雪を見て、狼少女の雨と雪を見ましたね夢色パティシエル懐かしいねめっちゃ懐かしい ね、あれを歌えるよ、歌わないけどね、あ、セイラちゃんね、 MC 頑張ってね懐かしい、めちゃモテ委員長懐かしい、なんだっけ、なんだっけ、なんか決め台詞忘れちゃったねえ懐かしい、みんな何を見て育ったんだろう。私はめっちゃそうがっつり、あ、階段レストランね、そういうのとかめっちゃ見てたな。お化けギャルソンばっかり書いてましたもん、あの自由視聴にあ、ケロロ軍曹、うわ懐かしいね、かわいいよねあれね、めちゃめちゃ好きですよ、私めっちゃ見てたな。うわうわ、なんか、あ、ナルトか、ナルト見たことないな、面白そうだなと思いながら、うん、あ、オーラン高校、いい、私めっちゃ好きでしたよ、藤岡春妃ちゃんっていう主人公の女の子がいるんですけど、その子になりたかったです、ずっと本当に憧れって感じで。あ、ナルトかいいんだね、まあ、なんかすごいみんないろんな、フィニアスとファーブめっちゃ懐かしい私フィニアスとファーブめっちゃ弟と一緒に見てました。 なんて懐かしいんでしょう。あ、メジャーね、
弟の隣で見てたの、野球、あのダイヤのエースとかメジャーとかは弟が見てる隣で見てましたね。団地とも好き好き、私好きですよあれ。へー、みんなよくいろんなの見てるんだな、やっぱ。あ、フェアリーテールね、見てた見てた、途中まで、めっちゃ途中までだけど。めっちゃすごいな、稲妻イレブンね。じゃ、頑張って覚えてたな、登場人物を。エイリア学園がどうのみたいな、よくわかんないけど。ねえ、懐かしいな。あ、窓マギね。あれは絵に釣られちゃダメなやつですよ。あれ絵に釣られちゃダメ。うん。うわ、ベルゼバブ懐かしいね。ベルゼバブ見てた。めっちゃ好きだったベルゼバブ。あ、5万人さん、ありがとうございます。お時間を見に来てくださって、使っていただいて本当にありがとうございます。ねえ、なんて懐かしいんでしょう。ファイナルファンタジーやったことないな。あのね、ああいう系苦手なの、できなくて。見てる、だからゲーム実況とかお父さんがやってる隣でめっちゃ見てた。ファイナルファンタジーなんだろう、あれ10かな多分。ねえ、そうだよ、お父さんゲーマー、お父さんど、うん、お父さんゲーム好きだけど、私のね家族結構みんな親戚とか好き、いとこめっちゃうまいんですよ。私のいとこ勝てない、もうめちゃめちゃうまい。笑顔の練習、アルミン。ありがとう。動物の森で私ハルミンって呼ばれてるんですよね。そう、あの前の DS で あの動物の森やってたんですけど、スイッチに変わってからのり巻きっていうペンギンが来たんですけど、あのとうとう引っ越しました、のり巻き。この間出て行っちゃって、代わりにあの子が、あれが来ました、あのたもつくん。のり巻き出てっちゃったんですよ。あ、そう、ゴリラのたもつくんが僕もここに住みたいなって言って、ねえ、そうなんだよね。そう、止めようと思ったんだけどね、やっぱりね、私あのちゃちゃ丸が来てほしくて、なんか入れ替えていかなきゃちょっと来ないかなと思って、いまだに始めてからずっとちゃちゃ丸を待ってる私は。たまつくん、そうなんですよ、ピエン。の刃楽しみだな、映画。夜ご飯何食べよう、ね、
何食べようかな。あと15分で終わっちゃうピエン。終わっちゃうピエン。あとちょっとで終わっちゃうピエン。大好き大好き。あ、こないだね、あの私の誕生日が、あ、誕生日の次の日に鬼滅のガチャガチャ回してみたら無一郎くん出ましたよ。麻雀してない。ルール覚えなきゃ。覚えらんないよ。よく聴いてる音楽なんだろうな。最近は何聴いてるだろう。米津さんとか聴くし、何聴いてるんだろうな。何聴いてたっけな。あ、夜にかけるも聴きますね。大好き大好き。めっちゃさっきからね。あ、感電ね。感電、読み方合ってんのかなこれ。キハー。目からビーム出して、それは物理的にですか。出ない。いたねえ。あー、花鳥風月いいですね。でも最近、あ、あれ好きですね、世界の終わりさんのマジックっていう曲も好き。歌なんか歌ってよ。歌？でもね、この間ね、さくちゃんに、さくちゃんの個人 PV の歌を歌ってあげました。さくちゃんに。なんだっけ、なんだっけな、桜降る夜歩きたかったなっていう歌、さくちゃんの歌。さくちゃん、シャコちゃん、そう、私には何もないか、シャコちゃん。ああ、あやめんのアイドル開幕宣言、どんな歌だったっけな。あ、ちょっと覚えよう。で、サッカー応援して、頑張って、頑張ってね、あやみん。みんみん、みみみみみん。ね、ウィンクしてください。あ、今日のこれはあれじゃないですよ、のぎ帯じゃないので、あの宿題もなければ次が誰かとかもないですよ。乃木坂のプレイリストはなんだ。プレイリストでも、ね、私ライブごとに作ってたりするからな、なんかこれっていうのないけど、シュッ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 シュ。でもこうやってね、時々個人配信できたらいいなって思いますね。誰も変われるんだ、ウォーウォーウォー、一番進化する、ウォーウォーウォー。むしろ俺に宿題出して。
何？じゃあ何がいいかな。じゃあ卵焼きを作る。ね。あ、筋トレね。筋トレ。卵買いに行ってらっしゃい。卵ない。そりゃ仕方ないな。なかったらなかったで、まあまあまあ。ねえ、グランブルまだ見てないです。見たいな。与田さんの。でも卵焼きって結局ね、どこで食べてもね、やっぱり家お家の味が一番美味しいですよ。家帰ったらいつもあの言ってる、作ってって。ダイビングしたことない、ない、ないです。ダイビングないな。してみたいな。ね、映像系も見に行きたいですね。好きなポケモン何？ポケモン？ポケモン？でも私は完全にめっちゃベストウィッシュ世代だったので、めちゃめちゃあれ、ゼクロムとレシラムの絵ばっか描いてました。そのゼクロムとレシラムとシェイミとかの絵ばっかり描いてましたね。愛が足りへん。ね、おやすみなさい。おやすみ。あ、ビクティニ懐かしい。書いてた、こうやって。いや、いや、書いてたわ。やってた、やってた。ね。夏らしいこと。夏らしいことあんまりできてないかもしれないな。シェイミー。あと5分だ、あと5分だよ。ね、もう少しで終わっちゃうよ。花火見たいな。やるのかな。ね、そう、このあとミュージックフェアさんに乃木坂が出ますので見てね。スクショタイム？いきなりスクショタイム。ね、こちらこそ見に来てくださってありがとう。個人配信ね、なんかでもね、できるっちゃできるんだけど、やっぱりいろいろね、なんかあるのよ、いろいろやる、こうできるまでにいろいろあるから、なかなかね、なんだけど、ね、またやるよ。ねえ、大好き大好き大好き。うっふん。今日はこのリボンをつけたくてポニーテールにしました。はい、今度やるときは下ろしてきますね。熱中症気をつけてね。ありがとう。皆さんも気をつけてください。ちゃんとご飯食べてお水飲んでください。
ツインテールにしようと思ったらできなくもない気がする。こうすればちょっと髪短くなったツインテールみたいな。ね、エビ食べるよ。ポン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 。ね、気をつけてね。ね、もうすぐ落ち着いてライブもできたらいいな。会えたらいいですね。全然収まれ、ね、明日が日曜日か。明日の乃木坂工事中ですね。ね、すごいね、今日もすぐ過ぎちゃった時間が早い。そっか、お盆か今ね。そうだよね、8月15日。ねえ、ありがとう。そうだよな。ね、こちらこそありがとう。終戦記念日ですね、今日は。世界平和。うん。いやー、あとちょっとだよ。どうしよう。なんかどうしよう。ね、またこうして個人的に配信ができたらいいな。最後じゃんけん、最初グーじゃんけん、あいこでしょ。勝った。じゃあそろそろお別れで時間になりましたので、ミュージックフェア見てね。今日はわざわざお盆でお時間を作って見に来てくださってありがとうございました。じゃあ毎日暑いですけど体調に気をつけて皆さん頑張ってください。またね。ありがとうございました。